やっほー、今日する気した？まあ、この終わりはやりがちですね。なぜならメイクをしてるからです。やばい、ショールームしたのになんかお腹痛くなってきた。なんででしょうか。なんかみんながアイスくれる、ありがとう。今日アイス食べた。シンポジ緊張した。シンポジって私ほんと何年経っても慣れませんね。一生緊張すると。緊張するよね。今日最後どうしたの？え、みんな気づいてなかった？私靴間違えちゃったんですよ、最後アンコールの時に。こんな堂々と話すことじゃないんですけど、靴間違えちゃって、声やっぱ聞こえてたんだ。いあのひじりに声めっちゃ聞こえてましたよって言われて、最悪と思って。靴を中盤の衣装の靴履いてきちゃってやばーって思って、でもここでしか履きれないと思って履きました。衣装さんの名前呼びながら靴間違えたってめっちゃ叫んだら聞こえてたみたい。やっぱ聞こえるんだ、やば、気をつけます。これからやばいですね。どこまで聞こえるんだろう。私結構吐きてからすぐには声出さなかったね。さすがに聞こえるかなと思って。で、ちょっと走ってから声出したつもりだったんだけど、聞こえるんですね。やばいですね。誰かが喋ってたら聞こえなかったのかな。まだ MC 始まってなかったのかな。あ、マイクが入ってた？ワンチャンそういうこと？え、ありそう！それかもしれない。ワンチャンそれかもですね。まあ、いっか。変なこと言ってないから。変なことを言ってないので大丈夫。そんなこともありますね、人生。なんかそわそわしちゃうんだよね、シンポジウムの時って。平常心を保ってるつもりなんですけど、保ててないですよね、行動に出てるから。今日舞台面がいない間は私はここのポジションになりますので、よろしくお願いします。皆様いつもと違うので見つけてね。でもね、意外とその
ポジションが変わっても同じ振りのところが多かったりとか、アイムクライムの時とかも最初とか新芽だし、でもさ新芽っていうのも意外と難しくて振りが真逆になるから、でも新規で覚えるっていうのは本当になかったんですよね、あんまり。だからラッキーと思いながら、対面は6月2日までいないですね。だから3回ぐらいはこのポジションなので、そう、もともとあれだったので意外とね、苦労はなかったですね、今回覚えるにあたって。でもね、5人抜けたのかな、5人抜けてるんですよね、多分今回舞台のメンバーが5人抜けてもこうやって公演ができてるってことはね、助っ人メンバーがいたりとか、まあ H の中でポジションをシンポジを覚えたりとかで、本当に普通簡単なことじゃないからさ、ありがたいな、みんなの頑張りがあってできてることなので、そういうのを込みで見ていただけたらなと思いますよね。生野ちゃんと2回目演者、そうなんです、仲良くなった。生野は仲いいですよ、生野はってちょっと言い方あれだけど仲いい方ですよ、全然喋るし、多分もう相手も緊張してないんじゃないかなと思うけど、エイチになってから。全然喋れます、喋れますってなんかダメだね、喋ります。いやー、行くのとさ、こう対面で歌うところとかなんかもうはっってなるんですよ、頑張ってるってなる。可愛いなーって思いながら歌ってるんですけど、今日間違えてクリナちゃんって呼んじゃってさ、 MC 中行くののこと、多分ディナが多分頭にあったのかな、クリナちゃんって呼んじゃったんだよね、なんでだろうね、昔自分でもびっくりした、なんでクリナちゃんって呼んじゃったんだろうと思って。母性本能、本当にそう、なんかもう、まあ、母性というかお姉さんというか、なんか妹いないけどこんな感じなのかなとか思っちゃうね。かわいいと思って、そうなんだよね、多分私たちが入った時も先輩方ってこう見えてたんだろうなっていうのは最近というか、ほんと6期7期生が入ってきて思いますね。7期生はちょっとまだ会う機会がなんかないので喋ないけど、まあでもあれだな、6期生のそのなんていうの、チェック係をしてからかな、そうちゃんとみんなのことを見れるようになったの。
妹いないんだよね。いないんです、私いないんです。でもいとこがね全員下なんですよね。年上のいとこはいないんですよね。だから結構そういうお世話とかは慣れてる方です。もう全員下なので。日曜日まで髪を変えないよね。変えないですね。なんか今月中はこれでいこうかなと思うけど、本当気分によって、本当にもう無理ってなったら本当次の日とかに入れるかもしれないからわかんないけど、日曜日は変えないと思います。しべちゃんがいないだけですごい、あの楽屋が静かでした。なんで今日静かなんだろうって思ったら、ニノがしべちゃんがいないからじゃないって言って、確かにそれだと思った。しべちゃんがいないだけ静かです。次はちょっとまあ、これよりかは落ち着いた色にしますね。去年の夏ぐらいかな。去年の夏もねちょっと明るいんですよね。そんぐらいかな。でもいぶきはねそんな楽屋ではね最近はうるさくないんだよね。ちびちゃんがいないだけで静かでした。見に来てくれたんですよね。来れる人だけ。若にゃんとしべちゃんだと違うさ。受けるその質問。若な。若菜かな最近若菜の声聞いてないかわかんないけど、本当若菜はもううるさかった記憶がありますね。H もね基本的にうるさかったですよ。楽屋めちゃめちゃに。うるさいというかにぎやかです。そうバチャバチャしてる感じかな。でもなんか楽屋がガヤガヤしてる方が喋りやすいからいいんですよね。シーンとしてるとなんかちょっと目立つじゃないですか、大きな声だから基本的みんなが大きな声で喋ってくれてた方がありがたいです。
席は基本的に決まってますね。決まっちゃうよね、やっぱ同じチームでずっとね、同じメンバーで公演してた座る位置も定着しますよね。私は基本後ろに座ってます。後ろに座ってますって皆さん楽屋の席の感じとかわかんないかもしれないけど、後ろの端っこに座ってます。そう、ディノと隣でですね。でもパジャドラの時はそこは6期生が基本座ってるので、またお腹鳴ったね、消化されてます、アイスが。あの、私は別のところに座りますね、パジャドラの時は。めっちゃ鳴ってるんですけど。で、カエルが住んでるお腹に。リノとどんな話するのって言われるけど、本当にしょうもない。なんかこの世の、あ、全然みんなで話してもいいことだけど、ほんとしょうもなすぎて、しょうもないことで永遠笑ってて、今日はなんか Google あるじゃないですか、普通に調べる Google の音声機能があるらしいんですよね。私知らなくて、そのこう音声の使ったことないか分かんないんだよね。あるらしいんですよ。で、そこでなんかこの鼻歌とか曲を歌ったら、そのどんな曲、なんかあなたが探してる曲はこれですみたいなのが出てくるらしくて、出てくるらしいんですよ。それを二人でやりながらキラキラ笑ってました。あるらしいですよ、鼻歌とか。え、みんな知ってる？私30分経ったらやめます。今何分か教えてください。だからバケツの曲とか、なんか曲名が出てこない時あるじゃないですか。なんかそのリズム感だけ知ってて曲名が出てこない時とかあるじゃないですか。そういうのとかでもその音声だけでこうやったら出てくるらしいですよ。私は初めて知りました、今日。それをやりながらキラキラ笑ってた。平和、平和すぎ。あとは昔話とか、昔の動きはこうだったねとか喋ってましたね。あと自己紹介 MC のネタを考えたりとか、結構真面目なんですよ。そういう話をしたりするかな。
今日はそんな感じ。いつも結構バラバラだけど、やばい、またお腹鳴りそう。まあいいか、人間ですから。そんな話する。で、二人でキラキラ笑ってたら衣装さんとかに、またなんか話してるって言って、お茶会って言われるお茶会してるって。37分からって言ってた。あと10分ぐらい。アサイボール大好き。アサイボールで毎日生きていけます。でもアサイボールって高いんですよね。だから簡単に食べれません。東京に行った時はね食べるんですけど、福岡もね数店舗あるけどそんなにないから食べれないんですよね。ディズニー行きたい。ディズニーに誰か連れてって。ディズニー行きたいな。誰かお金払って連れてってくれないかな。ラプンツェルになりたいですね。私もあの高いところで歌いたいです。え、今ラプンツェルぐらいじゃない？髪の色テンション上がったんですけど、これだけでテンション上がるとか単純すぎ。もっと髪伸ばさないとな。じゃあプリンセスだと思って生きていこう。このハイトーン期間は C に行きたい。 C のあの C エリアに行きたいんですよ。だからお金がないといけないの。お金と運がないといけないんです、あそこには。でもなんか入れる人いたらしいですね。あれは何ですか？あれはなんで入れてるの？当たらないといけないんですよ。当たるかホテルを取るかだよね。ちょっと仕組みが分からないですけど、
そうだから YouTube でめっちゃ見ちゃうの聞いてる人羨ましいってるのなんでっていうのも話すリノとよくリノとよく話します。このネタも何回かなる。ずるいよねっていいよねっていう話もしますね。私も見た YouTube 見漁ってますよ私今。その来てる方もいいなと思いながら見てるけど、いつになることやら。ってことでもうすぐ終わりまーす。やっぱ暑くなってきてさ、汗かく量が増えてびちょびちょですね公演中は。誰か連れてってくれないかな。本当に行きたいんだよね本当に行きたいんです。読みます。10歳グリくんさん、12シューマニアさん、11クマンチュさん、10位ガオさん、9位サホちゃん、8位カレンにひなたを語る知人になりたくてさ、7位テルさん、6位キターさん、5位カナピちゃん、4位シマシャケさん、3位カサップさん、2位原始人さん、1位ニコラスさん。いったありがとうございました。では終わりたいと思います。またねバイバーイ。切れないな。バイバーイ。